国には、同和憲法がいますが、台湾と国境をきちんと結んでいる国です。心がある国は台湾を大切にするんです。日本が台湾をないがしろにすることは中国共産党に炎上しているかもしれませんが、それではいけない。過去の歴史から本に東日本大震災にお金をくれたり支援をしてくれました。台湾に恩返しをしましょう。皆さん署名を、今署名用紙を持ったものがたくさんいますので、お声かけいただいて、ほんの10秒足を止めて署名をいただけませんでしょうか。台湾を助けなければなりません。我々自身の意識も変えなければなりません。東京オリンピックは素晴らしいオリンピックにしたい。それなら台湾の人に苦しい悲しい思いをさせず、台湾の名前で出してあげなければなりません。どうか皆さん、今大阪と東京で同時開催をしていますこの活動です。東京と大阪で同時に署名を集めています。東京都議会小池百合子都知事にこの署名をお渡しします。台湾を大切にし、東京オリンピックを素晴らしくするためにも、台湾を台湾の名前でオリンピックに出してあげる活動です。中国共産党の